秋田県立北欧の森公園は、秋田県北秋田市にある公園である。北欧の森公園の計画は1970年代の大野台開発計画に遡る。5000ヘクタールに及ぶ大野台の地は、当時すでに人口流出が深刻な問題となっていた農産村地域において、魅力ある地方都市圏を整備する構想であった。この計画の一環として、 フィンランド村建設構想が持ち上がったのが北欧の森整備構想の始まりである。その後、リゾート法を受けた北緯40度シーズナルリゾート秋田構想において北欧の森公園は県北の玄関口として位置づけられ1994年5月29日に一部開園した。2008年6月15日、全国植樹祭の会場となった。開催テーマは 手をつなごう森と水と私たち。参加人数は1万1500人。天皇、皇后によるお手植えの樹種はブナ、土地の木、秋田杉。2011年3月31日まで指定管理者は財団法人秋田県総合公社であった。2011年4月1日から5年間と2016年4月1日から5年間の指定管理者は 北欧の森パークマネジメント共同企業体に決まった。パークセンターより南側に、イベント広場、ドッグランといった、高層な芝生の広場が広がる。この広場全体のほぼ中間に、全国植樹祭の式典会場が設けられ、秋田杉を用いた小野立章が設営されている。北側には児童向けの遊具がある安泊広場、野鳥観察車、水鳥の池がある。また道路を挟んで、 反対側にオートキャンプ場、テニスコートがある。2008年の全国植樹祭の植樹会場はこの周辺であった、小野田地所、巨星非天とサイトパークゴルフ場。ありがとうございます。